はい、皆さんこんにちは、岸田と申します。本日は彼女は綺麗だった第6話のお話をしていければと思っております。まあ様々な角度からですね、まあ本日紐解いていくことによってですね、この動画をご視聴になっていただいた皆様がですね、よりこのドラマを楽しめる、まあ改めて見た時にですね、新たな発見がある、まあそのようなことを目標にですね、様々な角度からお話ししてまいりますので、どうぞお楽しみください。まあ言ってもラブコメでございますので、まあ細かくですね、こう東京 MER みたいに一つずつ解説するっていうよりもですね、もう4者4様ね、4人に私が全力で感情移入してですね、たくやーどうすけあいりさみたいな感じですね、ちょっと話してまいりますので、楽しんでください、楽しんでいただければと思います。はい、本日全部で7つお話しさせていただければと思うんですけれども、まあ、今回ももちろんね、このドラマの主人公はそうすけとね、愛でございますけれども、今回はもうたくやでしょ。今回はたくやですよ。だってさ、見た方わかるよね。見てない方もいい。見てない方はもうこんな動画見ないで、今すぐ鑑定動画でタダで見れますからね。TVer でも見れるから見てくださいよ。もうこのシーンですよ。今回はもうこのシーンで、いやもちろんね、サムネイルの通り、このシーンね、もう画面が変わってます。このシーンね、何が起こったかっていうと、一応ちゃんと解説しますと、まあ、主人公のね、まあ、宗介と愛がですね、まあ、愛がその、ホテルのね、火災現場にたまたま遭遇してしまいましたので、まあ、宗介がいても立ってもいられずですね、雨の中ですね、まあ、水に濡れて、トラウマなのに、水に濡れてですね、まあ、愛の元に駆けつけたで、その、抱きしめてね、よかったっていうふうに、思ったわけなんですけれども、まあ、そんな二人のですね、言うならちょっと、イチャッとしちゃったシーンをですね、まあ、愛のことが好きなね、拓也が、一歩遅れて、拓也もね、心配して雨の中、傘もささずに、このね、水も滴るいい男って、なんか昭和のような言い方かもしれないんですけども、もうこの感じでですね、来たわけですよ。なんですけれども、一歩間に合わなかった。ここでもしここで拓也の方が一歩早かったらどういう展開になってたんだ。そのパターンを見せてくれ。そのパターンを見せてほしいぐらいなんですけれども、まあ、一歩ですね、ここで遅くてですね、まあしょうがない。主人公じゃないからしょうがないんですよ。当て馬とですね、まあよく言われるね、このラブコメディというのはですね、まあ主人公二人の恋をね、結ばれるときにですね、その結ばれないもう一人がいるわけですよ。当て馬ってまあ言うんですよ。向井理さんとかこの役似合うんですよ。聞かざる声とかでもそうでしたし、あとはね、瀬戸康史さんね、瀬戸康史さんが私の家政婦渚さんでね、当て馬ポジション、恋が実らない役でございましたけども、まあ、恋が実らない役だと思うんですよ。主人公じゃないし、今回もね、もう一歩遅くて切ない感じだったんですけれども、まあ、ちょっとこれがね、だからもう本当に切ないなというふうに思いました。拓也はね、まあ、今までご覧になられた方、思い返していただきたいんですけども、誰よりも早く、今のこの状況、視聴者が楽しんでる今の状況を誰よりも早くこのドラマの中では認識したわけですよ。どういうことかっていうと、愛は昔のね、まあ愛と、まあ宗介がと、まあ幼馴染の愛なんですよ。だけれども宗介はリサのことを愛だと思ってる。まあそれは最初になりすましをね、まあ愛がお願いしたからなわけなんだけれども、っていうこのまあそこの三角関係の状況を、まあ拓也は知っていて、で自分は愛のことがもう好きだというような状況なわけですので、その状況をまあ、知ったわけですよ。だからその上でね、またっていう、またかわいそうみたいな感じでですね、誰かがね、ツイートで言ってましたね。全然知らない方ですけども、ツイッターで前世でどんな悪いことしたのみたいな感じにですね、言ってる方がいらっしゃいましたけども、もうそんな感じでですね、もう、かわいそうで切ないんですけれども、ドラマ的には美味しいって、これ良くないですかね、性格悪いんですかね。でも、盛り上げる、ドラマを盛り上げてくれるわけじゃないですか。このシーンで、結局ね、その、愛と宗介が二人で抱き合って、で、その後ね、つってこう、傘を上げてね、まあもうびしょ濡れなんだけども、傘を差して、二人であやい傘の状態だけで終わっても十分いい絵になりますよ。ケンティーだもの、いい絵になりますよ。なるんだけれども、それを遠くから見て、切ねえっていうこのワンポイントアクセント、なんていうか、スパイス、もうよくわからない。よくわからないんですけども、とにかく今回はここのシーンが一番ですね、うわーっていうふうにこのなる感じね、非常に楽しめました。でも私ね、基本的にはその本職がまあ映画メディアの編集長で、で、赤楚さんはお会いしたことないんですけれども、芸能人とかよくまあ、取材、私がするしない置いといて、まあよくお会いするんですよ。まあ仕事柄ね、お会いするんですけれども、なので基本的には結構芸能人に対して、良くも悪くも、あまり幻想であるとか、すごい憧れみたいなのを抱いていないんですよ。良くないかもしれないんだけど。なんですけれども、そんな状態でも、うわーとかね、かわいそうとかね、こんなイケメンがどうしてこんな状況にならなきゃいけないのみたいに思ったので、
赤楚さんのファンとかケンティのファンとか、ね、小芝さんのファンとかよりね多分あのもっとねうわーってなったんじゃないかなというふうに、思う次第でございます。もう何言ってるか分かんないし、もうこのシーンだけで今日は2時間喋りますよ。大丈夫です、この動画多分2時間にはなってないです。もうここでもっと話したいけれども次に行きます、次に行くことにいたしましょう。はい、じゃあ次リサね。あ、ちょっと順番にこれね、タクヤ、リサ、ソウスケで愛と順番で話していければと思うんですけども、まあ、熱くなってきちゃいましたね。ちょっと落ち着いて話していければと思います。はい、次、リサ。リサなんですけれども、まあ、今回ね、ご覧になられた方、ちょっとリサに対して嫌悪感であるのが、ん?っていうちょっと疑問点、疑念みたいなのを抱いた方もいると思うんですけれども、まあね、多分私の予想だと、彼女には何の悪気もないです。彼女の中に、要は、愛を出し抜いてやろうとか、愛と宗介を引き離してやろうとか、そんなね、あの、なんて言うんだろうな、花壇的なって言ったら怒られるかもしれないけども、その人を蹴落としてまで自分の恋を成就させようみたいな気持ちはないはずです。私の解釈ではね。だけれども、この書いた通り、恋は盲目モードにもう彼女は入っちゃってるわけですよ。皆さんもご経験ないですか?男性でもご経験ないですか?もう一人の人が好きになったらもう周りが見えなくなっちゃうんですよ。こんな私でもありましたよ。二十歳ぐらいの時はね。ありましたよ。周りが見えなくなるんですね。そういう状態に陥っちゃってる。でも周りは見えなくても、愛に対して別に、お前って思ってることはないわけなんですよ。だけれども盲目な状態だから、まずね、二人でいる時に公園での昔話をされたら、もう昔の話はもういいじゃんって言うし、で、もっとね、まあ、今回一番暴走しちゃったシーンは、パズルのピースですよ。子供の頃のね、二人の思い出であるパズルのピースをですね、まあ、家から持ち出して、で、それをですね、二人で、宗介と二人で会ってる時に見せて、昔の思い出の品だと、今も昔も宗介のことは好きだという気持ちをですね、伝える形になりました。でも彼女の中にはそこでは絶対的に罪悪感があったと思います。もしこれで、まあ、今は愛だと思ってね、宗介が接しているわけではございますけれども、まあ、来週にはもうほぼバレそうな感じでございますよ。で、もしバレたとしても、バレなかったとしても、宗介が自分のことを好きだって言ってくれたとしても、この宗介と、このリサね、リサの、が二人が結ばれても、絶対その恋は長続きはしないし、付き合うことができたとしても愛に対して罪悪感を抱きながら進んでいくしかないっていう、それぐらい彼女はね、いい人なはずです。違ったらごめんなさい。いい人なはずです。ですので今回もちょっと暴走こそしちゃいましたよ。しちゃったけれども彼女の中は後悔で支配されてるはずなんですよ。で、しかもね、今回、まあ、最後、一応ね、改めて、宗介が、リサと会う形になりましたよ。で、最後に、それ、愛が見てね、衝撃を受けるってシーンで終わりましたけれども、でも、もう来週の予告編見ても分かりますよ。宗介は、どちら、もうこの二人の中で、今、宗介は、昔の愛だと思ってる。昔の愛ではない愛だと思っている。で、二人でございますけれども、もう、単純に、宗介の気持ちはこっちですよ、今は。こっちなんだけれども、まあ、でもまあ、別に嫌いなわけではないがね、お会いしているという感じ。この状態なので、いやー、切ないね。すごい切ない状況だと思います。そしてこの表情がいいですね。もう切ないんですよ。好き。でも多分これはもう、報われない愛、禁断の愛とでも言うか、うん。一瞬、宗介が自分のことを振り向いてくれたとしても、多分これは実らない。切ないですね。私こんな青春は送ってみたかったとは思うよ。思うけれども別にモテなかったからね。思うけどでもね、いや切ないですね。今日切ないってここまでで何回言いましたかね。数えた方コメントいただければと思います。じゃあ次行きましょう。とにかく彼女は悪い人ではないというのが私の解釈。違ったらごめんなさい。違ったらあれですけれども、そういう解釈で見るとですね、もし見ててね、うわやだリサこの感じ嫌いみたいな感じで思われた方、ぜひ見返してみてください。私の解釈のもとに見返してみるとまた新たな発見があると思いますので、ぜひおすすめでございます。はい。で、宗介ですね。まあ、主役二人、進んでいければと思うんですけども、宗介はやっぱり今回、まあ、今までもね、本当の愛の方、だから小芝風花さんが演じる愛の方に対して、どんどん気持ちが傾いていっている、揺れ動いているってことは、もう、まあ、視聴者の皆さんもお分かりだったと思います。なんですけれども、今回それがもう完全に、超越してきましたね。つまりトラウマを超越してこのシーンにつながりました。まあ、宗介はね、昔のそのお母さんの事故の一件もあってですね、もう雨がトラウマなわけですよ。
そのもう雨が嫌いレベルじゃないですよ。トラウマなんですよ。だからその今までもね、昔のフラッシュバックと、あとあの雨に濡れながらあのほら、パニックになっちゃった時もあったじゃないですか。大人になってで、要は愛がね、傘さしてというシーンもございましたけれども、まあそういった形で、大人になっても、その雨に対して、まあそのトラウマが拭えていないってことが、まあこのドラマでも今までで描かれていたわけです。だけれども今回は、愛が火災現場にいるっていうことを、まあ部下から報告をね、受けて、それでですね、もう雨が降ってんのに、もうそんなことも全然もう意識も行かずに、走って彼女の元に駆けつけて、抱きしめると。私も抱きしめて。いや、私別にストレートなんですけども、いや、なんか、ケンティだったら抱きしめられてもいいかなと、でも何言ってるか分かんないんですけども、って思うぐらいですね、このシーンね、イケメンだなというふうにこう思ったわけでございますよ。ほんとこの、でね、終わった後ね、まあ、今回サムネイルも使わせていただきましたけれども、ね、もう雨であることを忘れていて、もうそれどころじゃなかった。夢中だった。イケメンイケメンですね。もう、って形でね、もう完全に今回、そのもう自分のトラウマを、この佐藤愛という、しかもね、幼馴染だと思ってないわけだからね、宗介は。だから幼馴染ではない佐藤愛を目の前にしたときに、彼女、つまり今現代の大人としての彼女が、彼のトラウマを超えたわけ。トラウマを克服させたわけですよ。もう結ばれたも同然なわけですよ。もちろんまだ第6話でございますので、ここからまだね、いろいろと、起きるわけだと思いますけれども、でももう今の時点での気持ちはもうお互いがもうお互いもう向いているという状況で、考えて、問題ないんじゃないかなというふうに個人的には思った次第でございます。とにかくトラウマを超える。もう私あんまりですね、まあありがたいことなんですけれども、あんまりこう子供の頃のトラウマとか、まあ、例えば両親とのなんて言うんだろう、確執とか悲しい過去とか全然ないんですよ。ありがたいことに。普通に育ってきたという幸せ者なんですけれども。なんで、あんまりそのトラウマってものはないんですけれども、まあ、言っても例えば、大人になってから仕事で失敗して、同じ失敗しないかな、みたいな感じでちょっとこうね、気が進まなかったりとか、そういうことあるわけですよ。だからそういったその、躊躇するようなメンタル状態を超越するっていう人の存在って、すごいことだと思うんですよね。だからそれをね、した愛っていうのはすごいな、というふうに思いました。でも、よりこの愛が、それだけの存在になったっていうのは、今回のこの第6話の愛を見ていて、非常にこう説得力があったなと思います。どういうことかというと、まあ、今回、まあ、前回の最後っていうのが厳密ですけれども、まあ、前回から愛はボサボサ頭の感じをですね、やめてこの着飾ってきたわけですよ。着飾る恋には理由があってってタイトルのドラマでもいいのかなって思うレベルですけども、着飾ってきたわけですよ。で、着飾ることによって、これその着飾る行為には理由があってて、ドラマもそうですし、まあ、プラド着た悪魔とかもそうなんですけれども、おしゃれをするっていうのは、決して自分を偽ることではないんですよ。おしゃれをして、自分という人間を一段階上に上げることによって、ビジュアルだけではなくて、自分のメンタルもこう外に開放的に自信を持つことができて、それによって自分という人間そのものがワンステップ上に上がる、ステージが一個上がるわけですよ。で、完全にその上がった状態で、今回、しかも仕事ね、要はほら、まあ、実際は来週出てくるけど、ほら、作家のね、引退した作家の先生、どうしても連載をやってほしいっていうことをプレゼンして、その説得力を持ってよしっていう風にですね、副編集長から許可をもらったりとかですね、いろんな、ね、前回の最後の電話応対含めてですね、自信を持つことができると、より外にこうオープンに自分がなる。それによって仕事もより自信を持って意見を言うことができたりとか、結果的にそれが好循環で仕事の成功につながる、企画が通るようになる、そして良いものが作れるようになるっていう、でモチベーションも上がれて、どん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 好循環のスパイラルって言わないのか、とりあえずこうまあ、好循環になっていくわけでございますよ。なので、その状態になった愛を、まあ、拓也含めてね、拓也も宗介も、二人ともそれを見て、より二人の中での愛という人間の、そのかけがえのなさが、ステージが上がったわけですよ。だからこそ、最後のその、ホテルの火災のところで、二人とも、もう、その場を駆け出して、傘もささずに、二人とも、彼女の元に駆けつけると。今までの積み重ねもあります。髪の毛ボサボサの愛の積み重ねもあります。一生懸命頑張ったからね。だけども、そのワンステージ上がった彼女を見せることによって、ギャップ萌えっつったら言い過ぎかもしれないですけれども、その2ステージ、2側面の佐藤愛を2人はもう惚れ込んでいるという状態ですので、その状態で今回のラストの雨のシーンにつながったっていうのは、非常に個人的には説得力、増しているんじゃないかなというふうに思いました。非常に巧みな演出だなというふうに、個人的には思いました。という形で今回、まあ4者4様、いろいろなですね、見どころがあったんじゃないかなというふうに思いました。で、
これはちょっと職業柄の話、少しね、ちょっとここまで熱く話してまいりましたので、休憩ゾーンでございますけれども、取材交渉のテクニックで気持ちが大事だよっていうふうに拓也が言っておりましたよね。要は先生に対して手紙を書くときに変に取り繕ったその校閲とかしたら確かに直すところはないかもしれない、綺麗な文章それもいいけれども、でもそれだとやっぱり気持ちが伝わらないと。なんで気持ちは大事だよって話をしておりました。でここもね、取材模様を、彼女が立ち会うことによって、実体験っていうかですね、実践して、学ぶというシーンでございましたけれども、私はそのね、本職が映画メディアの編集長なので、今はほぼほぼ管理職ですけれども、結構、2、3年前ぐらいまでは自分で、インタビュー行ってね、芸能人の方のインタビューとかよくしてきたわけですよ。割とおどころの方は結構してますけど、本田翼さんとかね、橋本まなみさんとか、あと誰、いろいろしましたね、多部未華子さんとかね、あと、林健人さん2回やった。すごいいい人だったんですよ。他の動画でも話したんです。すごいいい人だったんですけれども、とか、いろいろな、俳優さん方、インタビューさせていただいております。でやっぱりその時に私も、その元々はね、素人だったわけなので、インタビューのテクニックみたいなものであるとか、インタビューの方法であるとか、そのスキル面というか教科書的な、それも学びましたけれども、やっぱりいいインタビューってその俳優さんとノリよく喋れるようになると面白いインタビューになるし、その後のカメラマンの撮影でも笑顔の写真とかが増えたりするんですよ。なので、本田翼さんなんかめっちゃ爆笑しながらインタビューすることができてめっちゃ楽しかったんですけど、本田翼さんめっちゃノリいい人ですよ。めっちゃいい人ですけども、やっぱりそういった形で気持ちをね、通い合わせて取材するっていうのはすごく大事なんで、今回その気持ちっていう部分は、あくまでもね、手紙に載せるっていう意味だったけども、取材一つとっても、変にね、事前に想定質問を作るんですよ。作るけれども、そこから脱線させてこそ、その脱線しても盛り上がる、脱線したからこそいいインタビューになるっていうのが一番読み物としては面白いんですよ。なんで冒頭普通にこう読んでたら、なんか盛り上がってきたぞっていうのが文章を読んでいても分かるものがやっぱりいいんですよ。なので気持ちっていう部分が大事だなっていうのはすげえ分かるなっていうふうに思いました。ちょっと仕事柄の話ですけれども、ちょっとさせていただきました。はい、という形で、じゃちょっとですね、4人の状況について整理と今後の予想をしていきたいと思います。予想といってもですね、韓国版のね、彼女は綺麗だと私見ておりますので、似たような結末になるんだろうなというふうには思ってはいますので、ネタバレにならないような、予想という形で留めたいと思います。まず、一応この4人の、気持ちがどうなるのっていうことですよね。なんですけれども、今の状態、これは人物相関図のものなんでいろいろとこう矢印出てますけども、今の状態非常にシンプルです。こうです。愛が、ソウスケのことが好き、これはもうずっとね、変わらないと思います。なんですけれども、今回最後ね、改めてソウスケの元に駆け寄っていて、結局リサといたから何も声はかけなかったけども、あそこで踏み出したってことは彼女の中で片思いでいいっていう段階を出したんですよ。結ばれたいっていう気持ちがどこかにあるっていう、あれはポーズなわけですよ、演出なわけですよ。で一方で宗介はもうトラウマを超えて雨の中駆け寄っていったので、もう好きなわけですよ。でもその後宗介が、リサの元に会いに行ったっていうか、会ったのは別にあれはあれで好きではないと私は思っています。でしかももうだんだん彼の中で本当は佐藤愛じゃないんじゃないかっていうのが、どんどんとこう見えてきております。だけれどもパズルのね、ピースを持っていたりとかで、だから来週の予告編見ると、君は本当は誰なんだみたい的なセリフがありましたので、来週ほぼほぼバレるんじゃないかなというふうに思っています。なんですけども、リサはまだ自分は佐藤愛だという体で、宗介のことが好きですよ。でその気持ちはもう、もうなんて言うんだろうな、もうとどめることができない、諦めることができないってところで今回暴走してしまったわけです。だけれども、そのこの気持ちが強くなることによって、この2人の信頼関係が崩れるほどではない、もしかしたら崩れる、離れるってことが来週以降起きるかもしれないですけれども、起きたとしても彼女の中にはもう私は宗介と行くの、もうあんたなんかどっか行ってではない、とにかく彼女に対して罪悪感は持っているという形になります。でしかも今回最後に愛がリサと宗介が会っているを見てしまったので、この2人まだ会ってるんだ、どういうことなんだろうって、彼女は彼女で、お人よしなので、ふざけんななんてことは思わずにですね、もやもやとした気持ちを持っているって状態なので、なんか
むしろ一人悪役でもいた方が潔いなってぐらいですね、みんないい人なんじゃないかなと私は推測しております。で、タクヤはタクヤでもとにかく、好きという気持ちでございますし、でも来週ね、来週予告映像を見ればわかるんで、まあ、言っちゃいますけれども、タクヤが愛のことを抱きしめるシーンがあるんですよ。なんか俺にもチャンスくれみたいな感じで、素敵すごい素敵素敵な感じなんですけれども、まあ、そういった形でとにかく今はこういう状態でございますので、でもね、まあ面白いのが、そしたらもうほら主人公2人なので、もうここが結ばれれば終わりっちゃ終わりなんですよ。だけれども悪い2人じゃないから、この2人の気持ちの出口というか着地点含めて、4人が4人幸せな未来を歩めそうですっていうところにやっぱ着地しないとハッピーエンドではないし、面白くないと思うんですよ。で、多分そうなってくれるとは思っています。そうなってくれると思うんですけれども、まだ6話、来週7話なので、全9話か10話かちょっとまだわからないんですけれども、とにかく最終回までまだ2点3点しそうでございます。だけれども、とにかく命題としては、この2人がこのまま結ばれるか否かじゃなくて、4人が4人幸せな未来、明るい未来の方を向いてドラマが閉じられるか否か、これが私としてはですね、見どころ注目ポイントだと思っています。まあ、いかんせんですね、韓国ドラマの原作の方に比べてちょっと話数が少ないので、いい感じにスピーディーに話が進んでいると私は思っているんですけれども、まあ、ちょっとね、はしょってるエピソード含めて別にスピーディーでいいと思っているんですけれども、まあ、多分似た結末になってくれるそうですけれども、もしかしたら違う結末になる可能性もゼロではないので、とにかくちょっと楽しみにですね、来週以降も鑑賞していきたいなというふうに思いました。はい、でちょっと第7話はいかにということでですね、来週のあらすじ箇条書きに要約しておりますので、ちょっと見ていきたいと思います。昔も今も宗介が好きだと気づいた愛と、はい、で打ち明けようと宗介のもとへ急ぐが、そこにはリサが、それは今回の話ですね。でリサが愛のふりをし続けて、会っていたことにショックを受ける。まあ、そりゃそうでしょうと。でも愛を問いただすことはできない、お人よしだからね。で、宗介は愛を思うようになり、これはあの小芝風花さんの方の愛を思うようになり、その思いを伝えようとする。ほらやっぱり好きなんですよ。で愛は思わず宗介を避けてしまう。それはリサと会ってたりとかしますからね。で拓也は自分の恋が実ることがないのだと、ある決意を、おお、なんだろうと。で宗介はレストランチェーンの広報誌で見覚えある顔を見つけて顔色を変える。なんだろうと。拓也が体調を崩す。まあ風邪とかレベルですけどね。でこれの理由としては、雨が降りしきる中愛を心配して風邪をひいたということを愛が知るのだったと。おおという形でですね、だから来週もまだちょっと一悶着二悶着っていうか、まあ、最終回まで一悶着二悶着することになると思うんですけれども、とにかくですね、まあもう大盛り上がりできる、ドラマでございますので、なんかね、こんな私来月で35歳になるんですよ。なので35歳になるような男がですね、なんかキャッ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 ラブコメ話してんのも、なんかもしかしたらお聞き苦しいかもしれないんですけども、いいじゃないですか、楽しんで、ああでもねこうでもないと、来週以降もですね、最終回までお話し続けてまいりますので、もし楽しい方は来週以降もこの動画ご視聴いただければと思います。はい、本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。